今回は意外と重要な仕事ができるエンジニアの話し方トップ3を解説します。この知識を知っておくだけで同じレベルのプログラミング学習者と差がつきますし、誰かにアドバイスをもらう際にもより有効なものにできると思います。わかりました。でもエンジニアってひたすら個人でコードを書いていくイメージなんですけど、話し方ってそんなに大事なんですか？かなり重要ですよ。一般的にエンジニアは話す必要がそこまでないと思われがちです。ですが実際はそんなことはありません。システム開発はプロジェクトとしてチームを組んで行うことが一般的です。チームは数名のこともありますし、大規模なシステム開発ですと数千人になる場合もあります。チームはマネジメントを行うプロジェクトマネージャーのもと、メンバーとしてエンジニアがそれぞれ役割を持って活動することになります。そしてそれらの役割は密接に連動しています。例えば経験のあるエンジニアが機能の設計を行い、その設計をもとに他のエンジニアがプログラミングを行います。その際、設計の意図や注意点を設計書だけではなくコミュニケーションによって他のエンジニアに伝える必要があります。だからエンジニアにとって話し方は重要なんです。チームで開発することが多いから物事を適切に伝えるという意味で話し方が重要なんですね。重要さが理解できました。そうなんです。なので今回は意外と重要な仕事ができるエンジニアの話し方トップ3を解説します。どれか一つからでもいいので最後まで見て今からでも試してみてください。説明の中で感じたことやためになるなと思ったことはぜひコメント欄にメモしておきましょう。わかりました。メモしておきますね。では解説に移りましょう。まずは結論です。第3位、具体例を使う。第2位、事実と意見を分ける。第1位、最初に結論を言うです。それぞれ解説していきます。よろしくお願いします。仕事ができるエンジニアの話し方第3位は具体例を使うです。あなたはプログラミングの学習を行っていてプログラムを作成しているとします。その際うまく動かないとメンターや講師のような存在の方にうまく動きません、わかりませんと質問してはいないでしょうか。このような単に出来事だけを伝える話し方では相手に質問の意図や背景が全く伝わりません。具体的に例を挙げる話し方を身につけましょう。もう一度言いますが、プログラムがうまく動かない時の質問としてうまく動きません、わかりませんは悪い例です。これは他の場合も同様です。数学の問題が解けないから解けません、わかりません、依頼された仕事が進まないから進められませんなど。それではこのような質問がなぜ良くないのか、悪い理由とどうすればいいのか、改善するポイントを考えてみましょう。うまく動きません、わかりません、この聞き方は何が悪いのでしょうか。聞かれた人の気持ちになって少し考えてみてください。なんて返したらいいんだろうって思っちゃいそうですね。そうなんです。この聞き方にはあまりに情報が不足しています。これだと会話として成立していないだけでなく、質問された相手からするとどのような回答を求められているのかすらわかりません。質問をする場合は具体的に例を挙げて話すようにします。具体的には次のようなポイントを相手に伝えるようにしましょう。どのような操作をしたのか、想定に対してどのような結果になったのか、エラーメッセージなどは出ていないか、それを解決しようとして自分が試したことは何か、どのような回答が欲しいのか、調べ方のアドバイスか代わりに調べて欲しいのか、修正まで行って欲しいのか、このように具体的に例を挙げて話すことで相手に必要な情報が伝わり、求めている回答が得られやすくなるというメリットがあります。また質問された相手にとってみても、自分からわざわざ情報を探らなくても良くなるため、心地よく回答を行えるようになります。会話する双方にとってメリットがありますね。それでは先ほどのポイントを参考に改善した質問の例を確認してみましょう。検索画面でキーワードを入力して検索ボタンをクリックしたところ、キーワードに該当する検索結果が10件表示される想定でしたが8件しか表示されません。開発ツールにはヌルエラーと表示されています。それを解決するためにキーワードで正しく検索を行えているか、検索件数の設定は10件になっているか確認しましたが、どちらも問題ありませんでした。調査は私の方で行いますので、調べ方についてアドバイスをいただけますでしょうか。いかがでしょう。ぐっとわかりやすくなったと思いませんか。今の状況と課題がわかりやすいと思いました。ちなみに NG 例って具体的にはどう改善すればいいんでしょうか。それでは改めて最初の良くない例、うまく動きません、わかりませんの NG ポイントを確認してみましょう。まずうまく動きませんですが、これだと何の機能をどのように操作してうまく動かないのか、そもそもどのようにうまく動かないと判断したのか全くわかりません。次にわかりませんですが、これだけではどこまで調べたのか、どのような情報が得られているのか、そして何を知りたいのかが見えてきません。
このように単に出来事だけを伝える話し方というのは、相手に質問の意図や背景が全く伝わらず、エンジニアの会話としては NG です。質問された相手も回答をするために自分から質問の意図を掘り下げなければならず、それだけで疲れてしまって、場合によっては回答を拒否されることにもなりかねません。質問をする際には具体的に例を挙げて話すようにしましょう。そうすることで相手にも質問の意図が伝わり、お互いに心地よい会話を行うことができます。仕事ができるエンジニアの話し方第2位は、事実と意見を分けるです。例えばあなたは未経験からエンジニアを目指しているとします。ちょうどタイミングが合い、ある SIR のインターンシップに参加できることになりました。インターンシップでは投票アプリを作ることになりました。コンテストなどのイベントで登壇者に投票して順位を決めるような使い方のアプリです。アプリの開発はインターンシップの参加者でチームを組んで、なんとか最後まで完成させることができました。しかし実際のイベントで利用テストを行った際、途中でアプリが動かなくなってしまい、ほとんど使ってもらえませんでした。インターンシップの最後に担当部署のマネージャーに結果を報告する機会がありました。そこであなたは次のように結果を報告しました。投票アプリは途中で動かなくなるので、イベントでは使わない方がいいと思いました。さて、このような話し方では事実と意見が混同してしまっています。確かに言われてみれば混同していますね。しかもアプリが動かなかったという事実と、イベントでは使わない方がいいという意見をなんとなくで結びつけており、内容的にも正しくはありません。それではこの報告がなぜ良くないのか、悪いポイントとどうすればいいのかを深掘りして考えてみましょう。よろしくお願いします。何度も言いますが、投票アプリは途中で動かなくなるので、イベントでは使わない方がいいと思いました。では事実と意見が混同してしまっています。文章全体として事実なのか、単なるあなたの意見なのか判断がつきません。またこのような報告ではマネージャーが次のアクションを起こすことができません。そうですかと言われて投票アプリごとお蔵入りになってしまうことでしょう。報告をする際は事実と意見を分けることです。具体的には次のようなポイントに注意することで新たなアクションにつなげられるようにしましょう。実現できたこと、達成したこと、行ったことは何かを時系列に伝える。事実はポジティブなこととネガティブなことを分けて伝える。数値で表せる事実を中心に伝える。意見は事実に基づいて言う。ネガティブなことに対しては必ず改善提案など新たなアクションにつなげられるような意見を入れる。なんだか難しそうですね。確かに今はそう思えるかもしれないですね。それでは先ほどのポイントを参考に改善した質問の例を確認してみましょう。投票アプリは5人のメンバーで2ヶ月で設計とプログラミングテストを行いました。予定していた機能は全て実装し、レビューも受けています。テストは機能ごとに試験項目一覧を作成して実施しました。またイベントの模擬試験として10人で同時利用し、想定内のレスポンスが得られることを確認しました。投票アプリは社内の250人が参加するイベントで実際に使ってみました。投票アプリは最初は問題なく動作していましたが、同時利用者が50人を超えたあたりから投票が行えなくなりました。ログを確認したところ、サーバーの処理能力を超えていたことが分かりました。これについては利用人数に対するサーバーの処理能力の見積もりを変更することで改善されると思われます。いかがでしょう。ぐっと分かりやすくなったと思いませんか。かなり整理されて解像度が高くなりましたね。NG 例をどうすれば改善できるか、具体的なポイントを教えてください。それでは改めて最初の良くない例、投票アプリは途中で動かなくなるのでイベントでは使わない方がいいと思いましたの NG ポイントを確認してみましょう。まずアプリを開発した事実に全く触れていません。どのくらいの期間で何を行ったのか前提が必要です。次に投票アプリが動かなくなった事実についての状況説明が不足しています。どのような状況でどのように動かなくなったのか、定量的な説明が必要です。最後に単にイベントでは使わない方がいいというネガティブな意見を出すだけでは次のアクションにつながりません。投票アプリが動かなくなったという事実から何を改善すればよいのか、ネガティブな事実に対しては必ず提案を行うようにしましょう。事実と意見を混同すると文章全体の信憑性が確保できなくなります。事実と意見を分けることで事実の信憑性を確保しつつ、ネガティブなことに対しても新たなアクションを起こしやすくなります。会話する際は事実と意見を分けて話すよう心がけます。仕事ができるエンジニアの話し方第1位は、最初に結論を言うです。あなたはエンジニアを目指して就職活動を行っているとします。
あるエスタイヤの書類選考を通過し、面接に進むことができました。面接官から、あなたはなぜエンジニアになろうと思ったのですか?と聞かれたあなたは次のように答えました。私は文系の大学を卒業し、小売業に就職し、営業担当になりました。前職では多くのお客様に恵まれ、会社の売り上げに貢献することができました。印象的だった出来事は、と。あなたが話している途中でしたが、面接官は、すみません、と遮りました。そして続けて、で、あなたはなぜエンジニアになろうと思ったのですか?と同じ質問をされてしまいました。このように、結論に至るまでの話が長いと、相手から話が理解できているか、不信感を持たれます。また、回答をしたとしても相手に伝わりづらくなってしまいます。最初に結論を言う話し方を身につけましょう。結論から言う。つい忘れてしまいそうですね。エンジニアのコミュニケーションにおいて、結論に至るまでの話が長いのは悪い例です。それでは、結論に至るまでの話が長いことは何が良くないのかを考えてみましょう。結論に至るまでの話が長いと、話の途中から相手は、あれ、こちらの質問の意味は伝わっているのかな、という気持ちを持ちます。それはそうですよね。質問に対して回答ではないことを長々と話されるのですから。このような意思疎通ができていない状態は不信感を生み出してしまいます。話す方としては結論が分かっているので、前提や過程を伝えた上で結論を話しても、その関係性が理解できます。しかし、相手は関係性が理解できないまま永遠と違う話を聞くことになります。よって、最後に結論を伝えたとしても、ほとんど相手には伝わらないという状況になってしまいます。改善するポイントとしては、結論を先に言うということです。このような時に使える便利なテクニックが、プレップ法です。プレップ法とは、結論、ポイント、理由、リーズン、具体例、イグザンプル、結論の順番で話を展開する手法のことです。それでは先ほどのポイントを参考に、改善した質問の例を確認してみましょう。私がエンジニアになろうと思ったのは、学習とアウトプットを繰り返して成長するという点に魅力を感じたからです。具体的には、プログラミングから設計、要件定義と、仕事のスキルアップを通じて自分を成長できるという点です。私は文系の大学を卒業し、小売業に就職し、営業担当になりました。いかがでしょう?最初に結論と理由、次に具体例と話を展開することで、相手にも結論と理由との関係性が伝わりやすくなります。最初にぐっとわかりやすくなったと思いませんか?確かに。結論が先に分かっていると、その後のエピソードが耳に入ってきやすくなりますね。それでは理解を深めるために、改めて最初の良くない例、結論に至るまでの話が長いの NG ポイントを確認してみましょう。まず、質問に対する回答という会話の基本が成立していません。会話というのは相手がいて成立します。ほとんどの話は相手が初めて聞く話ですから、たとえ結論に至るまでの理由や具体例であったとしても、相手には結論との関係がわからないということになります。人間の記憶容量には限りがあります。結論までの話が長いと記憶容量を使い切ってしまい、結論が入ってこないという状況になってしまいます。何度でも言います。まずは結論から先に言いましょう。重要なことほどそうすべきです。これは報告や相談などどのような会話にも当てはまります。結論を言ってからプレップ法を使って理由、具体例と話を展開する。そして最後に再度結論を言うことで、相手に最も伝えたいことが明らかになり、コミュニケーションがスムーズになります。会話する際は結論を先に言うよう心がけましょう。気をつけます。まとめです。今回は意外と重要な仕事ができるエンジニアの話し方トップ3というテーマで話してきました。第3位、具体例を使う。第2位、事実と意見を分ける。第1位、最初に結論を言うです。エンジニアにとってコミュニケーションは必要不可欠です。システム開発では情報を正確に漏れなくやり取りすることが重要となります。今回紹介した内容は、実は話す方にしても会話が組み立てやすくメリットがあるテクニックなのです。エンジニアとして正確な情報をやり取りできるようになると周りからも評価されます。仕事ができるエンジニアを目指して、まずは普段の会話から話し方を意識してみませんか？エンジニアに限らずビジネスの場でも使えそうなので、早速今日から使ってみようと思います。勉強になったので高評価とコメントしておきますね。ありがとうございます。最後にお知らせです。このチャンネルはプログラミングやウェブデザインなどテクノロジーの力で実現したい夢がある人を応援するチャンネルです。プログラミングやウェブデザインに興味のある人、エンジニアへ転職をしたい人、アプリを作りたい人など、自分の目標へ向かって頑張っている人はチャンネル登録をして目標へ少しでも近づいてもらえたらと思います。またこの動画がためになったという人は高評価やコメントをくれると嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。